こんにちは。第73世竹の続け、竹内睦弘です。今日は第93代畑山幸男総理大臣ですね。この方は参政議員です。おじいさんは畑山一郎総理大臣、お父さんは、外務大臣をやってました。で、本人が総理大臣になったんですが、なんで総理大臣になったか僕はよくわけがわかりません。あだ名宇宙人です。何を言ってるかよくわからない。奥さんも宇宙人です。何を言ってるかわからない。でも弟は国夫さん、畑山国夫さんは、兄貴はね、あっちこっちにね、転じるね、そういうタイプなんだよ、つって、いうふうに言ってしまいましたが、しかし国夫さんに向かって、あの新聞記者が、いやあなたも結構党派映ってるような感じがするんですが、兄貴はいろいろ変わるんだよって、いやあなたもいろいろ変わってるんじゃないですかって言った時、国夫さんは、弟の国夫さんは、俺だってカメレオンだってバカじゃないのこの二人東大出てるんですよ。東京大学の東京大学出てる二人が極めてバカっていうのは分かった。それがこの政権によっとって一番大きなことじゃないですか。兄貴はカメレオンなんですよって言って、あなたもカメレオンじゃないですかって国夫さんの弟さんに言った時、新聞記者が、僕もカメレオンですってバカ素晴らしい兄弟ですね。東京大学に行く、すごいことです。でもここで心が折れますこんなバカが東京大学に行って総理大臣になるんだと思うと、日本って平和だ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 以上。